このコーナーは椎名ちゃん出演者の椎名めぐみと北川風花、スタッフの越前定子の3人が秋田県内の飲食店を食べ歩きしながら街ブラします。今回はパスタ、ピザからコース料理まで本格イタリアンがいただけるお店、リストランテクロにお邪魔します。代々の味を受け継いでたり、レシピはオリジナルのがあったりとか。そうですね、様々、まあ、その大体 の、 そのメインになる部分とかスパゲッティだったりとか、まあ、例えばピザ生地とか、さっきお召し上がりになったハンバーグとかいうのはちゃんと継承したものなんですけど、まあ、毎週毎週変わるものだったりとか、あとは何でしょうね、夜やったりする毎月変わるコース料理とか、そういうのはやっぱりいろいろランチで試しながらお客さんの反響を見て、はい、なんか愛かなみたいなのをちょっと自分でチョイスしながら、はい、ちょっといつもながら毎週そうですね。ありがとうございます。あ、じゃあ今、旦那さんと一緒に働いて、どれぐらいの期間になるんですか？3年半ぐらいです。帰ってきてくれて、やっぱり嬉しい。嬉しいですよね。そうですね、引き継ぐことできたので。はい。棒読みだな。どうですか？中間にあの弟が間に入って、で途中こう主人からレシピを聞いて、でその主人亡くなっちゃったんですけど、その後にあの帰ってきてくれて、で弟から兄にこうこうやって伝えることできたので、すぐ帰ってこれなかったんですね。病気だって分かった時にすぐ帰ってきたのか、弟の方帰ってきてくれて、でもその連携ができたので。昔、いつからお店始まってたんでしたっけな、いつ高校3年生ですね、高校ですね、はい、そうですね。その頃から、はい、いつかお店をっていう気持ちはあったんですか？それもそのいや僕の父がなんで始めたかってところから入るんですけど、なんかそのなんでお店作ろうと思ったのって聞いたことあって、その時にお前には無理だって言われたって言ってて、俺ちょっとけえなと思って、そのセリフが、そうそうそう、それでやっぱりあ、じゃあなんかそういうのはちゃんと大切に守っていきたいなって、その時やっぱ思ったのがまあ一番のきっかけですね。お父さんかっこいいって思ったところが、そうですね。そのまあそういう言葉聞けたんで、はい、だからまあそれで道が決まっちゃったと言いますか、ね、そんな感じです、ね。でまあ、修行というかいろいろ積み重ねて、はい、で秋田に帰ってきたわけなんですよね。はい、そこにこう家族の似顔絵がすごい素敵なんですよ。なんか1年ごとの、はい、でお父さんのなんか似顔絵が入ってらっしゃって、すごくいいな、いいコーナーですよね。ありがとうございます。しばらく見ちゃいましたね。はい、お客さんからそういうなんか愛されてるっていうか、本当に幸せだなって思いますね。すごい、すごく美味しいし、どうぞどうぞ召し上がってください。こんな通しましょうね。お母様がデザート作ってたとは。そうですね、はい。これは、どうしよう。あ、じゃあ、さあ選んで。私はね、今日二人が選ばなかったのに、それで決めても。いつもそうだけど。次回も3人が梅物を堪能します。